土曜日、日曜日、祝日に1日1回だけ行っているものです。ぜひ楽しみにお待ちください。大切な声は右手ガラス前のお客様まで届くかもしれませんが、ベルーガが実際に近くにやってくるのは左手ガラスの前です。ご覧になりたい方は今のうちに左手ガラス前までご移動ください。ベルーガがイベントに参加してくれますが、今いる3頭のうち2頭がメスで1頭がオスなんです。メスとオスなんですけれども、皆さんどうやって見分けるかご存知でしょうか。ベルーガの場合、お腹側を見るとメスかオスか見分けることができます。お腹の下の方に長い線が1本入っているんですけれども、その線が1本だけなのがオスなんです。メスには長い線の横に短い線が左右に1本ずつついています。この短い線は溝になっていて、その中におっぱいが隠れているんですね。ですからメスは漢字の小さいというようなスリットが入っており、オスは1本線というふうに見分けることができます。シャチやバンドウイルカでも同じように見分けることができますので、ぜひ泳いでいるときにはお腹側にも注目してみてください。はい、今近くに行ってきたのがオスですね。長い線1本しかありません。出てくれた。残りの2頭がメスのベルーガです。メスのベルーガたちは2頭とも過去に子供を産んだことがあります。2007年と2012年に出産をしました。その時に生まれた子供たちは現在3歳と8歳になりまして、すくすく成長しています。この時間はこちらのプールにはおりませんが、隣のプールで元気に生活しています。そしてその2頭の誕生日がもうすぐなんです。1頭は7月25日、もう1頭は8月2日です。それぞれ9歳と4歳になります。私たちも誕生日が今から楽しみなんですが、今日はそのお母さんたちが頑張ってくれます。その2頭の子供たちの父親というのはこちらにいる1頭、どちらもこの父親は同じオスなんですけれども、ベルーガというのはオスは子育てしないんですね。普段も大人のオスというのは別の群れで暮らしていて、繁殖期になると大人のメスの群れと一緒に生活し、そこで交尾をし、交尾が終わるとまたオスはオスの群、オスだけの集団へ戻っていくというふうな、野生でもそういった生活を送っているようです。ですからお父さんといっても自分の子供だという認識はありません。その代わりお母さんと子供の絆はとっても強いんですね。ですから子供たちの性格はそれぞれの母親にそっくりです。こちらの2頭の母親は性格が真反対と言っていいほど違います。1頭は真面目でとても誠実なしっかり者なんですけれども、もう1頭はとっても喜怒哀楽が激しいと言いますか、感情豊かなベルガナですね。それをそのまま子供たちも受け継いでしまいまして、9歳8歳のナナはとても好奇心旺盛なんですけれども、神経質だったり喜んだり怒ったりという感情の起伏が激しいような性格に成長しています。逆に3歳の未来はもう生まれた時からですね、割とマイペースでどしどかんとした
器が大きいといいますか、肝が座っているといいますか、そんな性格に育っていきました。ベルガたちも哺乳類なんですけれども、一頭一頭性格も全く違って、とても面白い動物です。さあ、それでは間もなく始めていきますが、始める前に皆様に一つだけお願いがあります。このイベントの間、写真撮影をされる際、フラッシュの光が光らない設定での撮影にご協力ください。ベルガたちはガラス越しに皆様の方もしっかりと見えています。急なフラッシュの光に驚いてしまうことがあるため、このイベントの間はフラッシュが光らない設定での撮影をお願いいたします。それではもうしばらくお待ちください。